今年の日経平均株価は、アフターコロナで経済活動が本格的に再開されたことなどから、33年ぶりにバブル崩壊後の最高値を更新し、1年を通して大きく上昇しました。今日行われた大納会で、武田正樹社長は、今年の株式市場は相場格言通り、上跳ねる結果となったと1年を振り返りました。